タレントの小倉優子が2日までに自身のインスタグラムを更新し、息子たちに作った弁当を公開した。小倉は次男と三男へ2つ分の手作り弁当を作っており、今日の次男と三男のお弁当は、ハムとシラスのチャーハンにしました。たくさん作って冷凍ストックしていた肉団子を使いました。今日で使い切ってしまったので、また作ろう、と説明。色鮮やかな手作り弁当の写真をアップした。パル、フォロワーからは、ハムとシラス、いいですね。うちの子らん食べないので、チャーハンの具、参考になります。めっちゃ美味しそう。シラスは栄養満点ですし、いいですね。毎日美味しそうなお弁当で尊敬します。などの声が上がっている。小倉は2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚し、12年に長男、16年に次男が誕生するも17年に離婚。18年12月に歯科医師と再婚し、昨年7月に第3子の男児が誕生した。